対策されても、えー、勝てると思いますかそうですね対策町田に対する対策としてね 対策してなかったとはならないと思うんですよね。ロングスローに対しても、ニアにでかい人を置いて、簡単には競らせない、あのそらさせないようにしてみたいな。ただ、ニアにでかい人を置く分、次のクロスになった時にファーに人を少なくて、それをね、ちゃんとロックできるかみたいな。ただ、守備の考え方で、へそで相手を見るみたいなのがロックの,あの、ボールホルダーとマーカー同一視野に入れて、ボールの移動中にちゃんとアプローチできるようにするみたいな。相手を 背中に置かない,みたいこれって結構今までの日本の守備の哲学だとディフェンスこのキーパー前でゾーン組む感じだから考え方ごと変えなきゃいけないんですよ。だからそれをできる監督が何人いるのかとかそれをできる選手監督が考えてても選手に植え付けるまではまた時間かかったりするんでだから守備対策より攻撃かなやっぱ町田のこのダブルボランチの。 前のススペースここに人が浮いた時にボランチが捕まえに行くの遅れるこれをこう絞らせんのかねまあ両ウィングでこう絞らせてあのもう逆サイド捨てるのかこう絞らせないけどその分トップの選手降りてこの2センターバック間の横パスはプレスをこうか,けれるかけてこの遮断するみたいなとかパスコース切って寄せながら遮断するみたいな。 この辺やんないと、このツートップが今、藤尾がね、この、ここ後ろ来てない時には絞ってくれるし、来てる時には行くみたいな感じで,できたんだけど、ここが、ちょっと距離空きすぎてってやられるみたいなあるから、このアンカー上手いチーム。アンカーが上手くて、ここにバスバスつけれるチームだと、まじで苦しくなるかもな、みたいな。そこだよね。だけど、ここつけるチームってさ、この、ここはつけれるんだけど、サイドバックが開いたままとかで、こっちの方がさ、 危なくないじゃん。だからここつけてくれて結果全部プレスハマるみたいなのあるんですよね。この逆絞ってきた平川が前出たりとかして。そう、だから、こういう後ろからのポゼッションを形作った上でアンカーいるみたいなチームだと。でも日本にそんなね、アーセナルみたいなチームなかなかないからな。どっかあります ?J リーグでこのちゃんとサイドバックも絞りながらセンターバックがこことここバランスよく配球できてつなげるみたいな。 次、鹿島で、それこそ佐野改修ですよね。<laughs> 佐野改修の、ここでの受ける能力とこっから散らす能力だね。ここが大事になるね。黒田さんの佐野改修対策。鹿島のね、今期のサッカー、ね、それをどのぐらい成立させられるのか。でもね、町田のね、昔の監督だから、ポポビッチ、ポポビッチだね、名前、名前違ったらごめん。ポポビッチで会ってますよね。 そうだからね過去のボスとの対戦になりますからね待ってるよね佐野君も町田ですもんねもともとだからそこの昔の町田対今の町田みたいな対戦,対戦になりますねそう考えるとそこそこだけ切り取るとね次めっちゃ楽しみだね佐野改修大活躍の 大活躍前提で、まあ、ま町田勝利がいい、勝利いど、鹿島の人にはあっけどう、ね、<laughs> どうしても黒田監督の、ね、哲学が好きですから。ね、ミッチー君、プルプリューミッチー君、スパチャルありがとうございます。あ,あと、タワ君、えー、スパチャルありがとう。レオさん、実力主義のはずのサッカー界を表しているようなアンチの受け方っすね。 えー、意図あったんちする人は勝つサッカーよりも好きなロマンがあるでしょうね。話変わりますが、えー、<laughs> 話変わったな。昨日の対談めっちゃ面白かったです。ありがとうございます。日本代表と J リーグ、カッコ鹿島を今までとは別角度から見られるような気がして、サッカー見るの余計楽しみになりました。これからもレオザ学園楽しみにしてます。ありがとうございます。そうですね、学園内で普段してるみたいな分析で僕があの佐野くんと話してる時の空気感とか、ああいうアドバイスしてる時の空気感が出たようなシーンもあるんでね。 本当にもう普段からね、こう僕はもうあの中でも言いましたけど、ちょっとこの味も口にあったら、あの、あれなんですよ。テーブルの上に置いてある僕は調味料なんですよ。マヨネーズもかけてみてもいいっすよ、みたいな。実際は、あの、佐野くんっていう油そばを作ってるのは、鹿島であり、今まで所属したクラブさんであり、佐野会食自体の能力だったりとか、本人自体なんで、そうそう、日本代表だったり。 僕はそこでちょっと味変でマヨネーズも、みたいなぐらいなんで、佐野くんっていう油そばにぜひとも、ね、世界ですすられる存在になってほしいですね。ズバババッとね、言ってほしいですね、はい。その時に時々マヨネーズ必要な時に僕を呼んでもらえればって思ってます。生きる処生術はもう人によってですよ。だって、あの、ここだけ、あの、学園内で話した海舟くんの、 佐野選手のその成長みたいな、なんかそれの話とかは、僕が30超えて気づいたことを、佐野選手はもう22で気づいてましたね。え、もうその、息足してるんすかっやっぱ違うんすね、みたいな。<laughs> 俺が勉強になったところがあって、ちょっと尊敬しましたね。だからそういうふうに。久保建さんとかもそうじゃないですか。達観してんな、みたいな時あるじゃん。そう、だからそういう人によってですね、気づかない人は多分そのままじじいになって死んでくる人もいるだろうしね。だって、 みんなバイトしててコンビニとかでさ、居酒屋でも何でもいいけどさ、え、こいつ、本当にそういうの何もなしで生きてきたんかみたいなひどい人いるじゃん。なんかその諸生術で言うと、おっさんとかをさ、女の子の前とかでさ、店員にさ、タメ口使って態度悪いみたいなさ、え、このさ、そういうのを女性が嫌いとか周りが引いてんのを知らずに生きてきた。これで損してんのずっと気づいてないんだな、みたいなとか。そう、だから人による、それもセンスの部分もあるんだろうね。 あ、鹿島の佐野海舟選手、いい選手ですよね。あのー、センターバックとサイドバックの距離広がった時に自然と降りてきてクロスロールできるでしょ。あれいいっすよね。あれ、聞かないボランチだとほっとくからね。あれ、その、前にも行けるのにいろんなとこ降りてきて、あ、ここでこれするのがこのチームのためだなっていうのを分かってる選手っていう。で、その技術高いみたいな。レオザと分析でもね、前、あの、取り上げてたんですよね。 海舟の良さ分かりやすくしてください。焼肉の焼き加減が一番うまいね。僕が一緒に焼肉行った人間の中で一番上手っす、ね、焼肉屋働いてたから若干生でも全然大丈夫なんですよみたいな。それをもう、ずっともう、あの、肌で感じてきたんです。みたいな。<laughs> そうだから、海舟くんの個人分析官をやったんで、鹿島の戦術的な問題点とか改善点は逆に言えんっていう。 でも、これ逆にいいですよね。だって普段僕のチャンネルって、ヨーロッパサッカーのことと日本代表のことしか言わないから、特に影響がないっていう。<laughs> なんでまあ、あの、オンラインサロン内だったら言えますけどね。それはもう、あの、秘密保持のね、規約みたいなのはもう交わした状態で入ってもらってるんで。なんで、それ知りたい鹿島班の方は、ぜひって感じですね。うん。だってね、僕がここで余計なこと言ってね、 カイが仕事しにくくなったらさっきのねレオザフットボール分析家にしない方がいいっていうのは冗談で笑えなくなりますからねあと言ってないこと言うともう今後出るだろうけどあるサッカー漫画の帯書いたんでそれで帯で僕見かけたらあこれだったんだって思ったしいつ情報公開かわかんないからな私レオザフットボールが監督を務めるシュアーボ東京では毎週水曜金曜19時間の練習でセレクションを開催しております 場所は都内近郊。シュアボ東京で25万人以上に見られながら報酬をもらって本気でサッカーしませんか多くの関係者が見るチャンネルですし、シュアボから J リーガー出を目指す僕らとしてはステップアップも大関係です。概要欄の URL らのご応募お待ちしております。